ワルサー P5 はドイツの銃器メーカーであるワルサー社が開発した自動式拳銃である。1976年の西ドイツ警察の正式拳銃採用トライアル用に製作された自動拳銃であり、往年の名銃、ワルサー P38 の戦後生産型である P1 よびその警察向け改良型である P4 をもとに開発されている。元来は、 P5 はトライアル出展用の仮名称であったが、採用後もその名で呼ばれた。小トリコイルとスライドの閉鎖機構は、P38、P1、P4 を踏襲しているが、ドイツ警察の要求から、手動セフティを廃止して、その代わりに、グリップ左側面のトリガー直後の位置にデコッキング、レバーを装備した。そのためチャンバー内に弾丸があっても、十分に安全に持ち歩け、 ひとたびトリガーを引けば確実に発射されるようにした。P1、P4 に比べスライドはバレルを覆う形で延長されている。バレルを固定するステーは3つに増え、レシーバーも延長されたため、P38 や P4 より安定性は向上している。はい、鞘口はスライドの左側に設けられており、左方向へのハイ、はい、鞘は P38、P1、 P4 と同じである。初期型では、バレル基部が P38 と似た複雑な形をしているなど、生産性も悪かったとされるが、後に改良された。ワルサー P38 など、第二次世界大戦当時の拳銃は、ネジを使わずに機関部を組み立てられるものがほとんどである。これは撃発の衝撃によりネジが緩むことが懸念されたためだが、P38 のリアサイトび、 スライド上部のカバーははめ込み式であったため、連続使用したり、工作精度が不足していると、リアサイトやスライドカバーが外れることがある。高速で交代するスライドに設置された部品が外れるということは、金属部品が自分にめがけて飛んでくるということでもある。ワルサー社は P4 からそういった旧型の欠点を修正している。その結果、P5 は、 万人に使いやすい銃となった。P5 は西ドイツのほか P5 コンパクトがイギリス陸軍に約3000丁が L102A1 の正式名で採用された。イギリスのほかオランダ警察とポルトガル軍で正式採用された。アメリカなどにも輸出された。本来の開発目的であった西ドイツ警察用としては1976年のトライアルの結果、 ラインラントプファルツ州とバーデンビュルテンベルク州でのみ採用された。このトライアルでは H&KPSP およびシグザウ LP225 も同時に採用され、各州ごとにこの3種から選定したが P5 は最も採用が少なかった。P5 はその安定した性能にもかかわらず国内向けとしても輸出向けとしてもセールスが振るわなかったが、その理由は 価格がズバ抜けて高価だったためと言われている。この高価格はアメリカなどへの輸出の際にも最大のネックとなった。当時は P5 に限らずワルサー社の製品は他のメーカーの製品と比較して際立って高価であった。P5 は現代風にアレンジされた P38 とも言うべき拳銃だが P1 などの先行機種に比べると普及は限定的であった。バリエーションとして 1987年にはこれをさらに小型化し、マガジンキャッチを引き金後部の押しボタン式に変更した P5 コンパクトも開発された。また、重心を延長した P5 リットルも存在しており、この超重心モデルは本銃が P38 の発展系であることをよく示す外観となっている。この他、P1 等に代わる西ドイツ軍用として、 P5 をベースにした P1A1 が試作されている。これは P5 で廃止された手動セーフティを復活させたもので、スライド形状にも若干の改良が加えられている。使用弾薬では 9X19mm パラベラム弾、9X21mmIMI 弾、7.65X21mm パラベラム弾の3種類のモデルが用意されていたが、生産。 販売されたものの大半は QX19mm パラベラム弾モデルである。ドイツ語でのバルターの発音はバルター、英語ではウォルサーが近い。日本の重機関係者にはそれらが混ざったワルサーという表記、読み方が定着している。セーフティレバーの形式は P38、P1 等のレバー式ではなくクロスボルト式となっている。ありがとうございます。